キノコと鶏肉のトマト煮を作ります。鶏胸肉1枚分に、塩胡椒適量を振り、全体になじませます。片栗粉適量を振り、全体にまぶしておきます。にんにく1かけ、玉ねぎ2分の1個、20回ほど分ぶ々んぶん引っ張ります。有塩バター小さじ1を引き、鶏肉を入れ、両面に焼き色をつけます。一旦取り出しておきます。 分分した具材を炒めたら、エリンギ 30g、マイタケ 30g、しめじ 30g を入れ、軽く炒めます。酒大さじ1を回し入れ、蓋をして火が通るまで蒸し焼きにします。トマト缶1缶、中濃ソース大さじ2、醤油大さじ2、コンソメカ粒小さじ2を入れ、煮立たせます。鶏肉を戻し、火が通ったら完成です。